こちらは府中の歴史を綴った府中志士です。今からおよそ50年前に発行されたものですが、この本が出た後に府中市では様々な発見がありました。一体どんな歴史が解き明かされているんでしょうか。最新の研究成果をお伝えします。トップリーグのチームが2つもある全国でも珍しい町だからこそ、ラグビーを中心にしてスクラムを組んでいきたい。ラグビーが盛り上がれば府中の町も人も元気になる。ラグビーの力を府中の力に。私は今市役所の西玄関に来ています。ご覧ください。今市役所の周りではこのようにですね、発掘調査が行われているんです。その発掘調査についてふるさと文化財課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、ではこちらへお願いします。よろしくお願いします。なぜこのような発掘調査を行っているんでしょうか。はい、新庁舎の建設現場の地下には埋蔵文化財が埋まっています。そのため工事に先立って調査を行っております。そうなんですね。実際にこういろいろ見せていただくことって可能ですか。はい、あ、どうぞ。はい、お願いします。このように結構繊細な作業なんですね。そうですね、まあ、皆さん作業されていますが、どうやって遺跡があるか分かるかというと、ここの黄色い地面が黄色くなったり黒くなったりしていると思うんですが、はい、この黄色いところが自然の地となっております。でその中に黒い丸い形や四角い形があると思うんですが、それが人間が掘った穴に土が溜まった様子となっておりますので、この黒いところを掘れば遺跡が分かるということになっております。そういうことなんですね。あ、これがそうですか、はい、これは何になるんでしょうか。はい、はい、これは豆苗皿といって、うん、ここに油を入れて芯を出て明かりを灯すための道具になります。その他これは、お茶碗になりますね。ここが下の底の方に、底の方になって、これが上の部分になる。こういったものがいっぱい出てきています。じゃあ皆さんここで普通に生活をしていたってことが分かるってことですかね。そうですね。はい、発掘されたものを実際にご用意していただきました。こう持ってみると結構重たいですよね。そうですね、しっかりとした作りになってあまり割れないようにできているんだと思います。これは江戸時代の中でも、まあ、後半ちょっと遅い時期のものになります。うわー、こう見ると結構形もしっかり残ってますもんね。そうですね、模様もすごく綺麗で、とても美しいものとなっております。素敵ですよね。でこちらは、はい、こちらはとっくりです、うん、お酒を飲むのに使っていたものになります。じゃあ皆さんもこのね、とっくりを使ってお酒を飲み交わして皆さんコミュニケーションを取ってたんでしょうね。はい、こういったお皿というのは実際にどういったところで使われてたんですかね。はい、出てきた陶磁器の中でこのように文字が書かれているものが見つかりました。これは丸というふうに書かれておりますが、はい、これは屋号というふうに考えられています。丸屋さん、もしくは出丸屋さんというお店のものだというふうに考えられていますが、こうした屋号を持つ旅籠屋で使われていたものだというふうに考えられています。なるほど、じゃあこういったものもそういったところから使われていたっていうのが分かるってことですね。はい、うわ、こちらが郷土の森博物館に展示されている江戸時代の府中宿のジオラマになりますが、ちょうどこの辺り、畑があった辺りが、うん、市役所があるところで、私たちが今発掘をしているのがこの辺りになります。これが旧甲州街道、中街道になりますが、この家々が宿場の
旅籠屋であったというふうに考えられています。ああそうなんですね。こっちがやはりあのお店の前、まあ、宿場の門だったっていうことは、はい、後ろにいろんな生活のものをまあ捨てたりだとか、はい、そういったことがあるからこちら側から今出てるって感じなんですかね。はい、そうなります。続いてふるさと府中歴史館にやってきました。現在こちらでは古墳時代の遺物が展示されているそうです。まあ、たくさんの展示がありますけれども全部府中市内で発掘されたものなんですか？はい、府中市内でこれまで行われた調査で発見されたものの中から特に古墳時代のものを選んで展示しております。またこちらのね、なんか壺っていうのも結構立派ですもんね。そうですね、こちらには清水が丘から発見された壺と亀を展示しております。あ、こっちが亀なんですね。はい、バラバラになったものをつなぎ合わせるわけですもんね。そうですね、結構根気のいる作業なんですが頑張って行っております。すごいですね。中でもちょっと一番目を引いたのが、はい、こちらの刀なんですけれども立派ですよね。はい、こちらは太刀と呼ばれる武器になります。あ、太刀と呼ばれるものなんですね。結構ね、長いですし立派ですよね。はいはい、これはどういった時に使われていたものなんですか？はい、こちらのものは高倉古墳群といって武梅ヶ原駅から特に西側の方に広がっている古墳群の中から見つかりました。でこちらが古墳の中から見つかったということで被葬者の副葬品として納められていたものとして考えられています。こういったものからその当時の人々の暮らしっていうのが分かってくるわけですね。はい、府中市にはこのような鉄製の武器を副葬品として納めるだけの力を持った人物がいたということが分かります。もう歴史を感じますね。はい、新しい府中市史を作っている現場に特別にお邪魔をさせていただいております。担当の花房さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。またちょっとね、後ろをちらっと見ますと、はい、たくさんの資料が並んでいますけれども、はい、こちらではどういったことをしていらっしゃるんでしょうか？はい、府中市の歴史をまとめる、府中市史の本を作る作業をしています。私先ほど発掘現場に行ってきたんですけれども、そういったものも資料に入るってことですか？はい、発掘調査の成果、それと、古文書調査の成果、まあ、いろんなものをまとめまして府中の歴史を古代から現代まで調べていきましょうと、そういうような話になります。前の府中志士という素晴らしい本が出てるんですけれども、それから50年が経って、その50年間にたくさんの成果が得られたんですね。どう違くなるんですか？はい、一つは古代の武蔵の国の国府のことがだいぶ分かってきた、うん、これは発掘調査の成果です。そして、博物館で行ってきた調査、特に古文書の調査などでいろんなことが分かってきました。これは江戸時代の話なんかもあります。そういったことを全部本に反映して、新しい府中の歴史を皆さんに知っていただこうということになります。府中志士をご用意していただきました。こちらが50年前の府中志士、そしてこちらが新しい府中志士ということで、これからもっと出るってことですか？はい、たくさん出ていきます。どのくらい？はい、原始古代、中世、近世、近現代、民族、自然、そして美術ということで7つの分野の本が、資料編が出まして、報告書、また、通信編が出るということになります。じゃあもっとこれよりもどのくらい この辺とかこの辺まで来るわけですか？はいはいはい、すごい莫大な資料ですね。はい、きちんと専門家の先生にも調査をしていただいて、資料をまとめて、それに基づいて歴史を作って書いていくことになります。府中市史の他にも観光物があるということなんですね。はい、市史の観光物の中でですね、外国の方にも分かっていただけるように、府中の歴史を日本語以外に英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語で翻訳をつけた、そして本と絵と写真で理解していただけるように本を作りました。こういった絵があると分かりやすいですよね。はい、そうですね、この絵については矢部の健先生と鏑木美奈子先生に書いていただきまして、こちらを展示でですね、ふるさと府中歴史館の1階で展示しておりますので、ぜひ見に来ていただければと思っております。はい、こちらの新府中志士を、はい、
購入したいって方がいたら買うことっていうのはできるんですか？できます。あ、はい、ふるさと府中歴史館観光情報センター他で扱っております。あ、そうなんですね、はい、皆さんぜひお手に取ってご覧ください。続いては府中市発行の広報誌、広報府中からのお知らせです。交通災害共済ちょこっと共済の加入申し込みを受け付けます。交通災害共済ちょこっと共済に加入すると、交通事故に遭った時に見舞金を受けることができます。対象共済期間、会費などの詳細はご覧の通りとなっています。申し込みは加入申し込み書と会費をもって2月3日月曜日からの平日に市役所4階地域安全対策課または各文化センターへお願いします。なおご覧の日時会場でも受け付けます。ご覧の方が B コースの申し込みをする場合、会費は市が負担します。自身の利害に関わる市政への苦情受付、オンブズパーソン制度についてのお知らせです。この制度では、市政に関する苦情をオンブズパーソンが受け付け、公正・中立的な立場で調査し、必要に応じて市に意見を述べたり、是正の措置を行うように勧告したりするなど、迅速に処理します。苦情申し立ての対象はご覧の通りとなっています。苦情申し立ての方法は、苦情申し立て書に記入して本人または代理人がオンブズパーソン事務局へ申し立てをしてください。郵送、ファックス、電子メールでの申し立てもできます。苦情申し立ての受付はご覧の通り行います。調査方法・結果はオンブズパーソンが文書で苦情申し立て人に通知します。オンブズパーソンが地域に出向き苦情申し立てを受け付ける出張相談をご覧の日時・場所で実施します。こちらもご利用ください。ゴミ・資源物の出し方カレンダーを全個配布します。4月から令和3年3月のゴミ・資源物の出し方カレンダーをご覧の期間中に全個配布します。期間中に配布されない場合は3月31日火曜日までにゴミカレンダーフリーダイヤルへご連絡ください。2月3日月曜日は節分です。この日、大国玉神社の境内は多くの参拝客でにぎわいます。大国玉神社の節分祭では、大相撲力士や芸能人、キャラクター、一般応募の年男、年女が厄除け開運や福の将来を祈願して拝殿から豆をまきます。時間はご覧の通りとなっています。ぜひお越しください。詳しくは広報府中2月1日号をご覧ください。広報府中の配布をご希望の方は広報課広報担当へお申し込みください。最後にプレゼントの当選者のお知らせです。1月1日から11日放送分に登場した東芝ブレイブルーパス、サントリーサンゴリアス日本代表選手の皆さんのサイン色紙の当選者はご覧の方々です。おめでとうございます。皆様たくさんのご応募ありがとうございました。今回のまるごと府中はこの辺で失礼させていただきます。次回もお楽しみに。さようなら。